どもどもん霊夢です。どもどもん霊夢。霊夢の足かなんかか？割と普段通りの挨拶しただけじゃない。カルダモン霊夢。韻踏めばいいってもんじゃない。カルダモン。品詞、名詞、意味、調味料として使われる香りのよ。いちいち説明しなくてよろしい。今回のゲームは何？今回は、イントゥーザハウスを実況していきますん。どんなゲームだぜ？ダウンロードサイトに書かれてたあらすじだけでもガバガバ和訳して読んでおくわね。探偵はメールを受け取り、行方不明者の自宅を調査することになりました。家の中には誰もいませんでしたが、中で血が流れているのを発見しました。探偵が窓の外を見たその時、影がありました。男が家の前に遺体を埋めました。殺人犯がいたため、探偵は家を出ることができませんでした。家の前で解決策を見つけ、証拠を見つけなければなりません。3人の男は彼らが家に入ったことに気づきました。というわけで主人公の探偵さんは、殺人犯が家に入ってくる前になんとか脱出しないといけない。こんな感じですん。ちょうど殺人の現場に立ち会ってしまったのか。では始めていきます。真っ暗。何も見えんな。床とかはほんの少し見える模様。ドアは特に調べられない。F でライトとかつけれないの？つきましたん。なんか謎の記号が書かれたドアがあるわね。この記号、覚えておいた方がいいのかもな。そういや殺人犯はどのくらいで家に侵入してくるの？それはわかりません。サイトの説明では、あまり時間がない、くらいしか書かれてませんでしたん。なんか家具に手形ついてるな。どうやら調べられるようですん。こいつは何だろう？電池のように見えるね。あれ、取ろうとしても取れないんですがガガ。あ、取れた。左下の緑のゲージが回復したぜ。ライトに寿命あんだね。早くしないと暗くなって探索しづらくなるよん。とりあえずどこから探せばいいのかしらね。適当に手形ついてるとこでも調べまくってみるのぜ。電池でした。今はまだ必要ありません。板で塞がれてるね。殺人犯が何かしたのかな？調べても特に何もないわね。それにしても、白黒ゲームなんて珍しいな。確かに。昔の映画みたい。今のところ電池以外何もないわね。都合よく鍵とか見つかんないのかしら？まあいろいろ調べてみるしかないぜ。これってさ、殺人犯に侵入されたらゲームオーバーなの？それとも侵入してきた犯人に殺されたらゲームオーバー？それは具体的な説明がなかったからわかんないわね。個人的には後者のパターンであってほしいかも。侵入されても殺されたりしない限り探索可能であれば、かなりの緊張感が味わえそうだな。今作が死にゲーであることを期待します。マンジゲーでひたすら苦しんだんだから勘弁してほしいわよ、わら。どうやら探偵さん、走るとスタミナゲージが減るみたいですん。回復するのもちょっと遅い模様。探偵なのに体力少ないって致命的だろ、わら。ある程度体力ないと、殺人犯に太刀打ちできないじゃん、わら。きっと気力に全振りしてるのよ。最高のインテリジェンスを駆使して家から脱出してみせます。考えなければいけないのは探偵じゃなくてプレイヤーである霊夢だぜ。遠回しに私をバカにしたわね。この鍵に見覚えのある記号が。ようやく進展あったね。この調子でどんどん探索範囲を広げていきますよん。そろそろ電池も欲しいかも。最初の鍵手に入れるまで3分近くは経ったぜ。これは途中で犯人に侵入されてもおかしくないかもだぜ。侵入されても隠れとけば大丈夫でしょう。開きました。次の鍵よこせー。一応電池取っておこう。割とすぐ鍵見つかったねー。この記号も見覚えあるな。どうした霊夢、取らないのか？なぜか取れないのよ。意外と取得判定厳しいのかもな、わら。やっと取れたわ。次のドアまで走りますん。大した距離じゃないのにみるみるスタミナ減ってるね。もう半分体力消費したぜ、わら。こんな体力で探偵務まるのかしら？おやおや、目の前に都合よく鍵が置かれてるね。バツ印のドアを探しましょう。1階は多分全てのドア調べたよな。ということは2階だね。このゲーム、一度鍵見つけたら連鎖的にどんどん進んでいける難易度かもね。割と1回目でクリアできたりして。そこは1回くらい死んでもらわないと面白くない？一発突破なんて許さん。ほんとひどいわねあんたや。もう見つけちゃった。割と楽勝かもよこのゲーム。まさか、ずっとこの調子で進むということはないだろう。どこかで少しひねり効かせてくることを期待。なんかよくわからないバールのようなものを手に入れましたん。ついに鍵じゃなくなったか。積んでしまえ積んでしまえ。すぐに使い道暴いてやるんだからね。どうせ近くに使える場所あったりするんでしょ。
それより電池が切れそうだぜ、わら。それはやばい。もう少し電池欲しいわね。都合よく落ちててください。電池すぐなくなるわ、スタミナないわ。これは結構厳しいかもよん。机に電池発見。これでしばらく持つわよん。一体バールはどこで使うのかしら？このマークの鍵はまだ手に入れてないな。謎の記号とか、都合よく鍵を枯れてたりとか、絶対不自然だよねー。全部殺人犯が仕組んでるんじゃないの？脱出してもバッドエンドの可能性。そういう希望もないこと言わないの。きっと助かることを信じましょう。海外ホラゲって最終的に助からないパターン結構多いもんな。バールってここで使うんじゃね。やったね。進展しちゃいましたか。なんで残念そうに言うのよ。え、私霊夢のこと応援してるよ。時間切れになることを。それ応援って言わないからね。次のアイテムはハンマー？ハンマー使う場所って心当たりあるか？全然ないよん。これは結構難しいかも。え、なんかガタガタ音鳴ってるんだけど、侵入された。ここからどうしますぜ霊夢、わら。厳しい戦いになりそうね、わら。殺人犯来たんだけど、普通に一バレてるやん、わら。こいつずっと引っかかってる。ひたすら同じモーション繰り出してるな、わら。ハンマーで殴れないの？効果音にビビった、わら。死に方すごくシンプルだね、わら。すぐに一バレるとか無理ゲーじゃん。なるべく早く謎を解いていかないといけないみたいだぜ。とりあえずハンマーのとこまでは楽に行けるっしょ。さあ、気を取り直してもう一度やりますよん。ではまず鍵を取りに行きます。あ、やばい。どうしたのキリちゃん。キリちゃん言うな。じゃあアメちゃん。アメちゃんみたいに呼ぶな。で、どうしたのよ。頭の中で卍が反響し始めてきましたぜ。私も卍の森以来、夜寝るときに頭の中で反響するようになっちゃったんだよねー。どうしてくれんの霊夢。あのゲームやばいよねー。いつまでも頭に残り続ける。私も先週中にいつの間にか口ずさんだりしてるからやばい。うく主まで中毒に、わら。なるべく人に聞かれないようにしてよね。外へ買い出しにチャリコ入れるときに口ずさんでたけん。おまわりさん変質者はこちらです。誰もいないときしか口に出してないからね。その時点で十分末期ですん。霊夢、お前が言うな。何の話かわからない方は、万事の森、って検索してみてねん。フランが宣伝したせいでこれから被害者が増えていくな。弱小チャンネルなんだからそこまで広がらないって、わら。万事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 。おい霊夢、大丈夫か。え、私何も言ってない、何も口ずさんでない。霊夢も末期。いやー。っていうか、この動画と関係ないゲームについて喋るなんて、実況としてどうなんだぜ。あんたが最初に振ってきたんだからねマリちゃん。マリちゃん言うな。まあまあ別に一緒。ハンマー手に入れるまでのつなぎですよん。霊夢、早くハンマー手に入れろなんだぜ。間つなげるの難しいんだぜ。早くやってるわよ。この探偵体力なさすぎてすぐ歩いちゃうのよ。ゲームのせいにしてはいけない。とりあえずハンマー手に入れるとこまで来たわよ。問題はここからどうするのかなのよねー。この辺りで殺人犯に侵入されたよな。今回は特にガタガタならないね。やっぱ時間かけすぎちゃうといけないっぽいな。奴が入ってくる前になるべく進展させとかないとねー。で、一体どこで使えるのかしらね。気合で探すんだぜ。よく見たらどっか壊せそうな場所とかあるんでしょ？霊夢はよく見落とすから気づいてないだけだよ、わら。はぁ、あ、私全然見落としてないですし、見落としてるから今詰まってんだろ、わら。そんなこと言われてもねぇ、わかんないものはわかんないよん。もしかしてあれ？やっぱ見落としてるじゃないか霊夢。余裕で壊せそうな壁あるじゃん、わら。あんたらも気づいてない場所だ。ズゴーンって音鳴ったな、わら。さっきので犯人に気づかれそうだよねー、わら。鍵見つけましたよん。早速開けに行きます。さっきの鍵についてた記号ってさ、まだ見かけたことなくないか？あれ、そうだっけ？私も見覚えがないよん。いやいや、どうせあんたらの記憶力が悪いだけですん。お前が言うな。きっと2階の鍵かかってる部屋の鍵ですん。この先を右に曲がったところのドアですん。いや、違ってたと思うんだけどねー。私もそう記憶してるぜ。きっとあのドアの鍵に違いないですん。開けないわね。全然記号違ってたじゃねえか、わら。まだ見つけてないドアがあるようですん。はぁ、もう全部ドア見つけたはずなんだけど。もしかしたらドアだけとは限らないかもだぜ。確かにその可能性もあるかもねー。一体どこで鍵使えばいいのん。積んじゃいましたか霊夢よ、わら。このままじゃまた殺されちゃうよん。くそぉ。どこかで何か見落としがあるはずですん。これだー。いちいちうるさいぜ霊夢。割とすぐにつけちゃったねー。おもんない。おもんない言わない。さあどんどん進みますよん。
そこそこ迷ったから、クリア寸前で殺人鬼に。それはさすがに嫌ですねー。ギリギリ間に合ってほしいわね。こっちかな？なるほど、家具で塞がれてた向こう側に出られました。ついでに目的のドア発見。こんなとこにあったんだな。別にわざわざ壁破壊しなくてもさ、家具寄せてしまえば済むことだったじゃない？霊夢、そこは突っ込んではいけないぜ。見覚えのある記号の鍵発見。これも2階にあるドアだよね。ナイス電池。2階全部調べたら、あと残ってるのって、1階の奥のドアくらい？多分そこくらいしか残ってないんじゃないかな。早くしないと侵入されちゃう。このタイミングで入ってきたりしないでよね。さあ次のアイテムはどこじゃー？床じゃー。な。何のひねりもないだと。さっきドア開く音したぜ。したねー。ちょ。まさか。侵入されてるってこと。ないよね。これはなかなか怖いぜ。さあどうしますか霊夢さん。そりゃあここまで来たら行くしかないじゃない。誰も入ってきてないことを信じてダッシュ。ドキドキ。ワクワク。誰にも会わなかった。ここを開けます。お？どうやらさっきのでクリアだったみたいだぜ。2回目でクリアしちゃいましたか。シンプルなゲームでよかったですわ。で、犯人はどうなったんだぜ。それはわかりまてん、わら。まさか何もせず逃げただけ。脱出後の説明が一切ないけど、多分証拠集めして帰ったんでしょうねー。犯人はちゃんと捕まったのだろうか。ちゃんと捕まったってことにしときましょう。というわけで、今回のホラゲ実況は以上ですん。最後までありがとうございました。